こんにちは、翔太です。今回なんですけど、なんかちょっと新しく来そうなやつがですねあったので、それについて先に見ていこうと思います。この後の動画ではですね、夏イベについて、ちょっと見ていこうと思うので、見ていただけると嬉しいです。まずなんですけど、あ、これはあれか、あ、ちょっと申し訳ないです。もしかしてこれはちょっと確認してきます。こっちか、なるほど。ですね、新しく来た新キャラですね、UR 戦の。今回の無料分で、敵を蛍火状態にさせるっていう風な能力がついているみたいですね。こちらに関してなんですけど、先ほどのやつ言いますか、デバフ状態なんですが、毎回攻撃される前 50% の確率で、有益状態を1つ解除される。で、一行状態と重ね掛けの場合、毎ターン行動前 100% の確率で有益状態あるいは整合状態を1つ解除というところなんで、移行っていう風な組み合わ、ものと組み合わせるといいみたいですけど、移行については、先ほどのキャラクター特に何も書いてなさそうでしたね、パッと見。こちらに関しては、なのでどうなんだ、なんか書いてあるかな。これ4ターンも何そういう効果がつくの、それはなかなかいいじゃないか、いいんじゃないで、罪悪にもあるんですよね、すでに。移行が罪悪の方にあって、毎回攻撃される前 50% の確率で整合状態を1つ解除、蛍火との重ね合わせの場合、毎ターン行動前 100% の確率で有益状態あるいは整合状態を1つ解除となるので、これも強いやん。攻撃されるたびに 50% の判定があって、整合状態を解除するっていう風なものになるんで、このキャラクターは移行ついてないんで、MR 化した際か、あるいは MR で来る、今回のイベントキャラクターについてるんだろうな、多分移行状態ついてるんじゃないかなと思います。結構いいと思うけど、どうなんだろう。で、整合状態は何もないか、お、ある運満。範囲攻撃のダメージが増加。どうなんこれ。どんぐらい上がるかによりますよね。600% とか上がったら結構高いなと思うんですけど、正直今回の陽気比みたいに、10% 単位とかで上がられると、確かに強くはなってるんですけど、2、30%。でもなっていう風な感じですよね。運満か。なんでこれだけひらがなの、なんでこれだけひらがなな、うんまん、かわいいな、なんか、面白いですね。はい。特殊状態は日陰か。薬剤は風魂か。ということなんで、今回の UR 戦のキャラクターが蛍火で、新しく来るキャラクターが、うんまんと、移行罪悪か、これを組み合わせて持ってくるんじゃないかなというふうには思いますね。で、そのうち、蛍火も、あっちも MR アバター来ると思うんで、蛍火罪悪も、多分出ると思うんですけど、今の状態だと罪悪にする要素はあんまりないような気がするんで、どうなのかなっていうところではありますが、ただこれ4ターンとかつくんなら結構いいなと思いますね。もちろん異常状態になるので解除されてしまうというところはあるんですけど、案外攻撃されるたびに整合状態とか、整合状態の解除が入るってなると、かなりの回数を、解除できるかなと思うので、これが敵全体とかなら結構優秀かなというふうには感じました、個人的には。そうですね、全ての攻撃が整合解除になる可能性があるって考えると、いいかなと思いますね。連撃キャラクターとも、範囲攻撃のキャラクターとも相性がいいので、できれば敵全体にばらまいてほしいなと思います。で、こっちは HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃して蛍火か、全然ばらまけなかった、申し訳ないです。はい、ちょっとこれはきついな。なかなか難しそうなような気もしますけど、ちょっとイベントキャラクターそんな強くないんでね、正直。あまり期待せずに行こうかなというふうに思います。まずは今回の動画、ここまでにしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。